はい、本日ご紹介するケースはじゃじゃん、こちらです。アルミのバンパーフレームケース。うぃー、かっこいいですね。しかも鉄板のレッドです。おお。このバンパーケースには一つ特徴があって、それはなんと取り付け用の工具がいらないんです。マジで？はい、あの小さいネジとか、そうそう、六角レンチとかもうめちゃめちゃなくすんですけど、うん、それがなしでこのケースだけで固定することができるんです。マジか。そう、すごいですよね、うん、工具がいらない代わりにちょっと取り付け方が特殊なので、それを今から説明していきます。はい。パッケージから出した状態ではこんな感じです。フレーム部分とバックパネル部分に分かれています。フレームはですね、ここのスリープボタンのところに爪があって、ここをスライドさせることによってこのように分解できるんです。こちらが前面フレームで、こっちが背面フレームになってます。次に背面フレームにバックパネルを装着します。この6つの爪がついているので、この爪にはまるようにバックパネルをパチッと、こう音がするまでしっかりつけてください。はい。次に iPhone を取り付けていきます。音量ボタン側からつけていくんですが、うんうん、この時注意してほしいのが、このマナースイッチがこのフレーム側のへこみの部分にちゃんとはまるようにこうしっかりはめていってください。はい。最後に背面フレームと前面フレームを合わせていきます。最初と同じようにここをパチッとはめて、これで完成です。簡単に取り付けれてすごく便利なアイテムです。気になった方はぜひチェックしてみてください。